こんにちは、安藤祐介です。今日は介護現場で認知症がある方の困った行動が減りやすい工夫と減りにくい工夫についてお伝えします。先に今日の結論から言えば、結果だけじゃなくて過程にも目を向けることが大切なんです。それではお伝えします。まず今日の話が分かりやすくなるように、虫歯の治療をイメージしてみてください。虫歯になったら多くの方が歯医者さんに行って治してもらうと思います。ただ虫歯というのはあくまで結果ですよね。結果には必ず過程が存在します。仮に歯磨きを1日1回しかしていなかったり、寝る前に甘いものバクバク食べていたりすれば、何度治したとしてもまた虫歯になることの繰り返しですよね。ただもしもこの過程さえ変えることができたとすれば、もう虫歯にならないという未来がやってくるかもしれません。これは認知症ケアにも当てはまります。例えば、あまり食事を食べたがらない認知症の方がいたとします。こういった方に現場で行われやすいのが、食べやすい食事形態に変えたり、ご飯に梅干しを乗せさせてもらったり、何度も声かけをして、解除をして、摂取を促したり。ただし、これらはあくまで結果に対する工夫ですよね。仮にこの方が直前までベッドで寝ていたり、起きてから誰とも会話をしていなくて、お口の準備が整っていなかったり、そもそも活動していなくてお腹が空いていなかったり、こういった過程の結果としてご飯を食べたがらないという今に至っていたとすれば、結果に対する工夫だけやったとしても、なかなかご飯を食べたいという未来ってやってきにくいと思うんです。これは食事に限った話じゃないんです。例えばトイレやお風呂の拒否がある方、何度も家に帰りたいと訴える方、突然怒り出す方、もしこういった方があなたの現場にいらっしゃって、いろんな工夫をしてもなかなかうまくいかないなと思ったら、お勧めしたいことが2つあります。まず1つ目は、今やってらっしゃる工夫というのが果たして結果に対するものなのか過程に対するものなのか分けてみることです。そしてどうせ同じようにエネルギーを注いでいくなら、僕は結果よりも過程に比重を置いて頑張っていった方がより結果につながりやすいと感じています。それでは今日の話は以上になります。あなたの介護応援しています。ありがとうございました。